タデーポガチャルは、スロベニア、コメンダ出身の自転車競技選手。2017年、スロベニアのコンチネンタルチームであるログリブラナで、プロデビュー。2019年、UAE チームエミレーツへ移籍。グランツール初出場となる、ブエルター・エスパーニャでは、第9ステージで、グランツール初勝利。第13ステージで2勝目を挙げる。 第20ステージでは残り 39km 地点で単独アタックをかけ独走で区間3勝目。最終的に総合3位とヤングライダー賞を手に入れた。2020年ツールドフランスに初出場。第7ステージで風の影響により分断した後方集団に取り残され、ライバル勢から1分21秒のタイムを失った。第9ステージでマルクヒル氏、 プリモシュログリッチとのゴール前スプリントを制し、ツールドフランス初勝利。第15ステージでもログリッチとの上りスプリントを制し、大会2勝目。第19ステージ終了時点で首位のログリッチとは57秒差の総合2位につけていた。コース終盤が、上りとなる個人タイムトライアルの第20ステージで、2位のトム・デムランに対して1分21秒。 総合主位のログリッチを1分56秒上回るタイムで大会3勝目。総合でもログリッチに対して59秒差をつけて逆転して総合主位に立ち21歳にして総合優勝を果たした。さらに第20ステージで獲得した三角ポイントで三角賞も獲得。ヤングライダー賞も獲得し最終的に3枚の特別賞ジャージを手に入れた。 2021年のツールドフランスでは、第5ステージの個人タイムトライアルで、ステージ1勝目。大会最初の上級三角ステージとなった第8、ステージで、総合ライバル勢に対して3分20秒の差をつけ、マイヨジョーヌを獲得。第17ステージで、総合2位のヨナス・ビンゲを3位のリチャルカラパスを下し、ステージ優勝。 第18ステージでも勝利を挙げ、三学賞でもトップに立った。第9ステージ以降、総合リーダーの座をキープし続け、最終的に大会連覇とともに、前年同様、三枚の特別賞ジャージを手に入れる、結果となった。2020年ツールドフランスにて、マイオ・ジョーヌを着用したタデーポガチャル。ありがとうございます。